ひし形回しですね。今回は時計回りです。ひし形に帯を通して、ひし形の角を押さえるようにしてキュッと引っ張ります。それで帯を締めていきます。はい、もう一回通します。はい、今回は、手先をアレンジします。ひし形の辺に沿って上に折り上げて、帯、手先を中に突っ込みます。それで下から出たものを今度また上に出してきて、また下に戻すようにします。長さがね、今回4メートルでちょっと短かったんですよね。私の場合は4メーター20ぐらいあったらいいかなと思いました。はい、出来上がりです。